こんにちは。世の中にはいろんな情報があるもので、どれが本当なのかはっきり言ってね、わかりませんので自分で判断するしかありません。ちょっとワクチンの話題を引っ張るとね、ワクチン接種者が感染源になった例も、まあ実は少なくないというね、こんなバカなことがあるわけですよ。まあつまりご存知のようにワクチンっていうのは、感染症のものすごくね、微量、ちっちゃい、ほんのちょびっとを先に打っとくことによって、体内でその病原菌を培養して、で、 抵抗力をつけさすものなんですよねつまり今回の感染症の病原体をちょびっと入れてくわけなんですよだからそのちょびっとが体力に関係してもしくは年齢とか基礎疾患に抵抗しがたいものになってくると今度はワクチンによって人が感染してまあ死に至るとかね重症化するってことがあってそれが全く病原体のない感染原体のない その地域を汚染するってことも実はあってですね、これをね一生懸命ね消すことに奔走しているという部分もあったりでも基本的にはこういう例よりも通常の感染者から、えーまあ、飛沫なり空気感染なりで拡散するっていう例が多いんですけどもねでもそうなってくると、まあ、例えばね私の住んでる街ではずっと感染者ゼロなんですよ だから旅行者がいなければ特にワクチンを打つ必要がないんですけども下手にワクチンを打つとそこからねワクチンを打った人を媒介してとかワクチンを打ったがゆえに感染症がそこから広がったりっていうリスクがあるんでなかなか面白いねパターンなんですよね。まあけど今回はワクチンを広めるためにできるだけそういう,う、まあ、情報はね拡散しないようにしてはいるんですけども。 まあけどねインターネットとか好きな人とか情報を生で撮ってる人ってそういうのも目にするんですよね、うん、だからそういうので知れば知るほどリスクになるっていうねパラドックスでございましたでよくねインターネットビジネスで借金を抱えてる方ってなんか広く浅くいろんな情報を取るからいろんなメルマガ登録していろんなラインアウト登録してセールスがいっぱい届くみたいな感じでこっち買っとこうかなでももしかしてこっちが当たりだったらあれだしなこっちもちょっと気になるなって感じでいっぱい買っちゃうんですよねそれがリスクになっちゃうと。 でも情報が限られてるとその少ない情報の選択肢しか与えられてないんでよりね厳選することができるかなともちろんたくさんの情報が処理できる方はどん,どんどんどん取り入れた方がいいんですけども大抵の人はね選択で集中で一個選択したら他はもう忘れる諦めるっていうことで一点集中でトライしていって成果を出すってことになるのかなと思いますよねまあ吉田さんは年末セールスがあるんでね本当お疲れ様でございましたって感じでございます、うんまあ、私はお金を 稼ぐことと以外に時間が使えるというのはありがたいなと思うんですけども反面やっぱりお金もねあの稼げる時に稼いでおきたいっていうところもあるしあとやっぱりね今年はねあの本当にお金が全然ない人どのぐらいまで稼がせるかっていうことになんとなくシフトしていっちゃったところがあるんでまたねあの 気が向いたらビジネスをもっともっと力強めてやっていこうと思うんですけどもただ私ねビジネスを一生懸命やろうっていいううモチベーションもうないんですよね。やっぱりこの自由になったお金には代えられない時間をせっかくお金に変えられない時間を手にしたのにこれをまたお金に変え始めるって言ったら例えば1時間で10万円入るとしてもすごくもったいないことかなって感じるようになったんですよね当然1時間1000円だったら絶対にその活動はしないんですけどもお金にならないけども 一部ユーチュブは全部自分のものであって、誰かのために使う必要がないっていうの、はこれは貴重なことだなと思ってね、うん。やっぱり立ってる位置によって見えるものっての変わってきたり、感じるものって変わってくるんですよね。うん、本当に私ね、自分の寿命が一年がね、百万円で交換できるものだ、交換してほしいみたいなね、悪魔の取引みたいなことを思いついたこと思ったんですけども、うん、今さすがにね、一時間十万、まあ十万だったらやるかでもね。うん、まあけど一生懸命 商品作ったりなんだりっていうのはないかなあ、うん、まあだからビジネスっていうフェーズからは抜けても完全にインベスターですねもうね考えてみたら何回考えても自分は2017年から投資家に向かっていったんですけども5年目にしても投資家になっちゃいましたねいつの間にか目指したことは確かなんですけどもそれほど一生懸命に行ったつもりはないんですけどもだんだんアフィレートをやんなくてもいいようになって 商品作らなくてもいいようになってしまいにはそっか塾っていう商品だけになってね昨年は FX の商品ちょっと2つほど作ってそれでも結構な売り上げね作りましたけどもあれからというものを使うばっかりですねでもお金を使ってもいわゆる人との関わりっていうのは出てくるもんですねお金を稼いでも出てくるしお金を使っても出てくるつまりお金が行った先とか来た先には必ず人がいるんでどうやっても人間関係ってできていきますよね まあ以前みたいにメルカリで落札した方との関係から速化塾受生っていうところまでにはならなくなったんですけども、それから反面ね、せっかくこんなすごい熱い市場があるのに、そのユーチューブなりインターネットのビジネスから退場していく人がいるっていうのは本当にもったいなくてしょうがないですね。うん、例えて言うと、三年間の野球部生活を送る中で、三年目には必ず甲子園に立てるのに、一年目の草取りと声出しで辞めていくのもんなんですよね。 まあそれも先が見えてないっていう不安から離脱していくんでしょうけどもでやめたら完全に可能性ないわけですよね大きなお金を手にするとか自由な時間を迎えてリタイアするみたいなのはもうなくなっちゃうわけですよね、うん、だからやらないことに何かどこに向かうんでしょうかやらないことによってどこに向かうんでしょうかアクセルを踏まないことによってどこに向かうんでしょうかどこに向かうんだろういってらっしゃい。